こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、マックのプチパンケーキを30箱210枚用意しました。そうそうね、210個分あります。リンゴソースなんですね。メープルシロップかと思ってた。パンケーキがこんなにあるなんて幸せですね。こちらがマックのプチパンケーキです。ピンクで可愛いですね。で、箱の中身はね、7個入ってます。リンゴクリームソースがついてます。美味しそうです。いただきます。ちっちゃくて可愛いですね。一口でパクッといっちゃいますね。リンゴソースがね、ほんのり甘くってフルーティーでとっても美味しいです。で、クリームソースもね、なんかちょっとこってりな感じにしてくれていいですね。3枚量まとめていけますね。パンケーキってさ、喉が渇くとお茶いっぱい飲んでしまいますね。ソースってさ、バターのクリームかと思っとったらなんか違うんですよね。私的には白い風船のクリームの味に似てるなと思います。わかるかな。ちょっとマニアックな感じですいませんね。約100個食べ終わりました。でですね、残りはね、このいろんなソースを使って食べてみたいと思います。じゃん、ヌテラです。メープルシロップ、はちみつ、チョコレートソース、キャラメルシロップ、そしてこれはバター。マヨネーズもね、意外と合うんじゃないかなって思ったんで持ってきました。まずヌテラつけてみようかな。美味しそう。これをね、舐めるのが幸せですね。もう舐めたらでも戻せない。美味しそうです。あ、ヌテラは美味しいですね。チョコレートみたいな味で、もうとろっとしとってコクがあってとっても美味しいです。次はヌテラと似たかもしれないんですけど、これはチョコレートシロップです。ハーシーの。あー、ヌテラよりめっちゃとろっとしてます。そんなにね、甘すぎなくってパンケーキによく合う甘さですね。次は蜂蜜です。バターもつけます。王道な感じがします。バターの塩気とまろやかさに蜂蜜の甘みが合わさって美味しいですね。次はメープルシロップです。メープルシロップもバターをかけてます。おお、いっぱい出ちゃった。メープルシロップとバターもよく合いますね。蜂蜜よりね、コクがある感じがする。次はキャラメルシロップです。なんかね、全部にね、バターがついた方が美味しいような気がする。あー、最高です。こってり甘いですね。で、次マヨネーズ。なんかへって思うかもしれんけどね、意外と美味しいような気がする。マヨネーズの味だ。合わないことはないです。ケチャップも一緒につけてみようかな。綺麗な色してますね。一気におかず系っぽくなりますね。アメリカンドッグみたいな感じで、ちょっとパンケーキが甘くって、そこにマヨネーズとケチャップがね、美味しいです。甘いのばっかり食べとったけ、口直しにいいですね。このリンゴクリームソースのクリームの方めっちゃ美味しい。バニラクリームみたいな。ケチャップマヨネーズめっちゃ美味しい。パンケーキって結構何でも合うよね。甘いのも合うし、おかずっぽい感じの味でもね。
私はさ、これをね、使うたびにいつも思うんやけどさ、これを考えた人っていうのは誰なんでしょうね。すごい発明ですよね。ちょっと調べてみようかな。なんて調べたらいいんやろう。2種類ソースおるってやったら名前が分かった。ディスペンパックだって。初めて知ったね。すごい昔からあるんやって。1983年にアメリカのサンフォード・レッドモンド社が考案した。だって。1986年に三菱商事がサンフォード・レッドモンド社より日本における独占実施権を取得したんやって。考案したのはアメリカのサンフォード・レッドモンド社やけど、三菱商事が独占実施権を取得したらしいよ。ツインタイプの中身は2種類なのは1989年にディスペンパックジャパン社により考案されて生産が開始されているんだって。勉強になったけどすぐ忘れちゃう。ディスペンパックっていうんだねこれ。へえ、ありがとうディスペンパック。ケチャップとマスタードとかが入ってるやつもすごい便利よね。ついに最後スタートです。まだねソースいっぱい余っとるから2つ使ってやりました。じゃあ最後3枚まとめていきます。ごちそうさまでした。パンケーキ210枚、めっちゃ美味しかったです。1枚やったら柔らかいと全然大丈夫なんやけど、なんか噛まんと飲み込めんからだんだん頬疲れてくるんやけど、パンケーキが薄いけかな。そんなこともなかったですね。でも今日はね、いろんな味も試せて嬉しかったです。ケチャップとマヨネーズがね、意外と合いますね。おかず系パンっぽくなります。でもこのリンゴクリームソースがね、一番美味しかったかなと思う。ついとるやつがね、ケチャップマヨネーズの次やったらバターとハチミツが美味しかったかなと思います。私はね、皆さんもね、いろんな味を試してみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。